ュートをまっすぐ飛ばすための、練習をいくつかやっていきましょう。でボールをさっきの、2L の構え、アンダーザボールでまっすぐ構えて、左肩はこうあんまり後ろに引かないようにまっすぐ、まあ、自然に構えて、でこのまま片手でボールを支えた状態からまっすぐ下にストレートダウン、まっすぐ膝を下ろしてまっすぐ上げて、でシュート、まっすぐ下がってまっすぐシュート、おおナイスシュート、もう一回3本ずつ打って交代しましょう。すぐ降りてまっすぐシュート、で打った後に横に広げちゃうと今みたいに曲がる原因になりますから、まっすぐ最後まで指先がリングの真ん中を刺すように、惜しい、肘が 2L からこう降りたり振ったりしてしまうとボールがブレる原因になるので、 2L からただ伸ばすだけ、 2L からただ伸ばすだけ、大きな動きを使わないように。じゃあ交代しましょう。そう、利き足の上にでまっすぐ、であまり足を横に開きすぎると重心がこう横にずれちゃう、でこうボールまっすぐ飛ばすときに難しくなるから、重心はあくまで、利き足の上にまっすぐ降りるように、あまり足開きすぎない、でまっすぐ、おーシュートはまっすぐ来てるね、そうでまっすぐ、おー練習で、ボールが地面につくまでフォロースルー残そう。でもしシュートが落ちたときにボールが左に曲がった、でフォロースルーが止まってればどっかに体に左に曲がる原因があるはずだから、シュート打ち終わった後下ろしちゃうとなんでシュートが外れたかわからないので、必ず打った後は自分のシュートを反省しましょう。